将棋の藤井聡太四段が今日開かれた愛知県春日市の将棋イベントで公開対局に臨みました。昨日大阪で王将戦の予選を戦うなど夏休みも対局が続く藤井四段。今日春日市で開かれた子供向けの将棋イベントでおよそ420人が見守る中非公式戦として隣龍馬四段と対局しました。 解説は藤井四段と同じ杉本昌隆七段の門下生で。春日市出身の諸田伊代女流二段が務めました。藤井四段は隣四段に公式戦では三連勝していましたが、今日は敗れました。敗退という結果に。敗退してしまったのは、はい、残念です。はい、次はぜひ対戦、はい、にしたいと思います。